あっちどっちそっち ADS。 ここからは名張市観光協会コーナーです。古民家レストランオステリアチャオから高島匠シェフをお招きしお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。今日は出張料理のサービスについてお話しいただくというんです、はい、いうことですけれども、はい、この出張料理のサービスというのはどういったものなんでしょうか。そうですね、従来の仕出しというのはもう物を持っていく形なんですけど、それとまあ逆でこう、まあ、シェフやそのスタッフとかがもうお客様の指定する場所に出向いて、そこのキッチンを使わせていただいて直接まあお料理させていただくサービスでございますね。あ、来てくれるんですか、はい、シェフが。その材料とかも持って来てお料理してくれるんですか。まあこれはもうそうですね、材料を持ち込んでとか、あとまあ大体のものはその店でこう仕込みしていきますので、こちらでも温める程度とかそういうのはさせていただくんですけども。あ、はい、そうなんですね。これって最近始まったんですか、いつから。いや、これ実はですね、創業当初からやっていたんですけども、はい、ただコロナがきつかった、時期は2年間ほどちょっと、出張先でこうクラスターが起こったりとかもするのが怖いので、うんうん、もうちょっと2年間は止めさせていただいたんですけども、まあ、去年の12月のぐらいから、まあ、ぼちぼち復活させていただきました。はあ、昔ね、お店ができた頃からやっているサービスということですけど、大体どういった場面に注文が入ったりするんでしょうか。そうですね、今まではそうですね、当初はその小さいお子様とかの足の悪い方とかの、うんうん、まあ、年配の方とかはなかなか来れないからというので、その見方になるかなと思ってたんですけど、はい、それよりもまあ会社とか、あと集会所ですね、地域の集会所とかで集まりでこうやってほしいというのが多かったですね。なるほど、会社だったり集会所、何かのこうお祝い事とか、ね、地区のとか、うんうん、イベントとかに呼ばれることが多いというと、はい、お客様の反応とかってどうですか。そうですね、まあ、一応うちにもその店にコマーシャルボードとして立たせてこう書かせていただいてるんですけど、やっぱりこうお客様これ見て、あ、こんなサービスいいなっていうので反響はかなり多いです。そうですよね、はい、いや、なかなかこういうサービスを、ね、やってるお店っていうのはあまり多くないと思うので、はい、まあ、こちらのサービスなんですけどもね、うんうん、実は保健所の許可加減上、そこで維持からこう材料持ち込んで仕込むってなってくると特別営業許可が必要なんですけども、うんうん、必要な範囲がこの技術の供与という形とか、あとはその出来上がったものを持っていくなんて温めるならば特別いりませんということを保健所からお話しいただいているので、まあ、そういった形で、うんうん、安心面でも大丈夫ということですね、はいはい、これお願いするにあたって何かこう決まりとかってあるんですか。そうですね、この出張料理の日は本当にもう店を臨時休業させていただきますので、はい、できればもう1ヶ月ぐらい前からお話しいただけるのがベストかなという。予約は1ヶ月ほど前から、ね、ということですね、はい、この1ヶ月ほど前から予約してどういうふうに進めていくんでしょうか。そうですね、まあ、1ヶ月ほど前にもまあ大体 の, その場所、まあ、そこ指定される場所とか、あと人数、ざっくりで言いまして人数とその料理の予算ですね、うんうん、でこう聞かせていただくんですけど、まあ、ビュッフェスタイルならばサービス料はかからないんですけども、コーススタイルならばサービス料 15% をちょっと頂戴してますね。上乗せで。そうなんですね、はい、コースかビュッフェかこう、まあ、選ぶことももうできるんですけども、はい、うんうん、分かりました。大体どういったお料理が出てくるんですか、コースの場合は。コースの場合はですね、はい、まあ店で提供させていただいているディナーコースとか、うんうん、フルコースとかそういったものをまあ作らせていただいているんですけども、まあご希望とあればその追加の料理に、まあ、冷蔵庫からのが作ってくださいっていうのも、まあ、可能であればできます。わ、うんうん、かりました。このコースだったらこういう条件があったりしますか、何か人数制限とか。そうですね、コーススタイルはやっぱりその皿とか結構荷物が多い分、やっぱり8人ぐらいまで
にお願いしますね、うんうん、もうそれ以上になったらちょっとまあ対応しかねるのでうね、もうビュッフェでお願いします、うんうん、お皿とかもお店から持ち込みなんですか。大体はそうなんですね、はい、じゃあビュッフェスタイルの場合はどういったお料理が楽しめるんでしょうか。そうですね、まあそのでっかいあの大皿で、まあ、パーティーのようにこう持って、うんうん、でいろんな料理を取り分けていただくスタイルで提供させていただきます、まあ、その際その打ち合わせの際ですね、取り皿に関してはどうなさるかっていうのも、うんうん、まあ、お話しさせていただけたらなと思います。まあ、過去にあった例ではですね、47人ぐらいのパーティーで会社でお願いされた時はあったんですけども、まあ、その時はもう取り皿は向こうの方があの、うん、紙皿で用意していただけたりとかしてます。相談して。そうですね、こちらは相談です。お料理とかは何かこうビュッフェでは人気が高いものとかありますか。そうですね、まあ人気高いビュッフェでしたらもういろんなスタイルで、うんうん、まあどっちかだともう手軽にこうつまんで食べられるようなやつが多いですかね、うんうんうん、これからの時期だとどういったお料理とかが出てきますか。そうですね、まあ女さんにもよりけりなんですけど、あ、そうですね、例えばローストビーフとか、うんうん、あ、いいですね、まあ、これも予算によりけりなんですけども、うん、できるかどうかもあります、ね、まあそういったものとか、あとはその、まあ、チーズや生ハムとかああいったデリム系とかもありますし、おしゃれ、まあ、一応ちょっとお腹の出しとなって、あの、うん、お寿司みたいなやつ、お寿司みたいな形の、うん、まあ、テリーヌっていうか、もう結構人気ですね。まあ、お寿司って言うても、うんうん、今はですね、イタリアに限らずこう、グローバルフードっていう考え方なので、イタリアで留学してた時も、まあ、こういったパーティーの機会はあったんですけども、やっぱりお寿司は出てます、パーティーの料理。人気高いですか。そうですね、もう、うんうん、日本料理というよりも、もう世界の料理って考えてます。そうなんですね。分かりました。ちなみにあの今お料理について聞いていきましたけど、はいはい、お飲み物はどうですか。こちらはですね、原則はお客様に用意していただく形にはなるんですけども、はい、まあ、ちょっと店のあるワインリストでこういったワインをちょっとこう持ってきていただいておきたいという場合では、うんうん、持っていかさせていただきます、まあ、そちらも料理の予算の中に組み込まさせていただきます。これはいいですね、はい、こう欲しい銘柄のワインとかを。そうですね、まあ、そのうちはもうイタリアワインばっかりなのであれなんですけども、まあ、中には隠しワインで、ね、用意させてるかもらってるワインもあるので、うんうん、はい、この銘柄が気に入ったからこうちょっと持ってきてほしいっていうのはそれは対応できますけども、原則はお客様で用意していただく形に。わかりました。それでは続いてね、こう楽しそうなコース料理、はい、ビュッフェのお話も伺ったところで、はい、お値段というのはどういった形になるんでしょうか。こちらはですね、結構まあ説明すると難しいですかね、まあトータルの予算で3万円以上なんですけども、はいはい、まあ、その数こ、まあ、計算方法が料理の値段ですね、1人当たりの料理の値段と人数とで、まあそれでかけて3万なんですけど、ただそこに先ほども申しましたコース料理ならば 15% かかってきます、うんうんうん、それもまあ範囲内なので、それでトータルで3万以上ですね。わかりました、はい、お願いするにあたって必ず3万円以上になるようにお料理の値段、本当にもう店も止めていくので、はい、そうですよね、はい、という形ですけど、コース料理の場合はサービス料がそこに 15%変わってくるということですね。そうですね、まあ、場合によってはこう、うんうんうん、運ぶ回数を2回になったりとか、 あとは、うんうん、そうですね、あんまりにも遠かった場合とかだったら事前にこう送るかどうかとかいうのもかかってくるので、やっぱりそれだけ、うん、ビュッフェに比べたら2倍ほど大変なので、うんうん、その場合を考えましてこう。そうですよね、いやコースをこう自分のね、もしかしたらお家でお願いできるかもしれないって、そうですね、そういう中でのこうお値段ですから、はい、サービス料もね、こうあってても何か特別な日とかお祝いの日とかには全然いいんじゃないですかね、お料理の値段、サービス料、人数で、そうですね、お願いできるということ、まあ、でも本当に
比較主義に考えずに、まあ、店行くか来てもらうかどっちかだと思う。ガソリンでかけて自分で行くかっていう、そうですね、多分そこだと思いますね。でこれあのキャンセルがもし出てしまった場合とかって、はい、何かありますか？詳しく教えてください、キャンセル料とかについて。まあ、ここであですね、あのおいご依頼いただいて多分2週間ぐらい前に一回打ち合わせを兼ねて下見をさせていただくんですけど、まあ、道順をどう行ったらいいかと確かめるために、あと厨房の設備とかを見るためにこう下見をさせていただくんです。その時からキャンセル料はもう 50% は発生してしまいます、ね、はい。で、まあ、前日とか なれば、人数変わればその 70% ですかね。で当日はもう 100% になってくるんですけども、ただこの台風とかのキャンセルの場合とかでは代替の費用を用意していただくか、うんうん、あとはですね、もしこの ご来店に切り替えていただくならば、もうキャンセル料なしでもう来店で対応させていただきます、ね、なるほど、はい。まあ、キャンセル料はいろいろこう、ね、場面によってはかかってきますけれども、もしね、はい、場所がなくなっちゃったって場合で来店に切り替えればキャンセル料は発生しない。そうですね、まあ、極端にもう人数が減りすぎて、もうそのこう3万円以下になってしまった場合とかもう、まあ、来店に切り替えていただければなんとか対応ができるので、はい、そこはもうご相談いただけたらいいかなと思います。わかりました。いや、こう今日お話を聞いていて、まあ、ちょっと先にはなってしまうんですけど、忘年会とか新年会に良さそうなこうサービスですね、はいはい、そうですね、まあ、その忘年会新年会で店が予約するより、まあ、こっちで広いスペースがあればできますので、うんうん、まあ、そちらも対応させていただきますけども、まあ、お早めに時期的にはお問い合わせいただきたいかなと思います。わかりました。他にもあのお店でのパーティープランもあるんですよ ね、 すね、はい。まあ、料理だけで3500円からですね、予算に応じてもさせていただきますし、まあ、プラスにそれに2000円で飲み放題もつけることができますので、うん、はい、お得。これはあの忘年会の予約とかってもうできるんですか？もう、はい、していただいてますよ。わかりました。はい、今日はですね、出張料理サービスについてお話を伺ってきましたけど、はい、まあ、最後に、はい、この出張料理サービスの魅力とかを教えていただけますか？そうですね、まあ、その従来 の、 この仕出しとかですと、どうしてもその安全上を考えると、あの料理を冷めて持っていかないといけないんですけども、うんうん、出張料理はそれがなくてもそこの現地でも出来たてを食べていただくっていうのはありますしね、あのそうですね、そこの会場での何かの催しで何か料理か彩ってほしいっていうのには、あ、最適かなと思います。いや、絶対こう忘れられない特別な日になると思いますね、はい。さあ、最後に、一言お願いします。ご覧いただいている方、聞いていただいている方に。はい、当店ではですね、出張料理のサービスとしてこうご来店にはさせていただきますけども、まあ、おかげさまでちょっと今年は反響が良くてですね、もうすでにあと10月に2件とあと11月1件入っております。人気ですね。はい、でまたこれご検討、まあ忘年会や新年会とかいろんなイベントとかでご検討の方がいらっしゃいましたら、どうぞまあお気軽にご相談いただけたらなと思います。はい、予約方法は電話でよろしいですか？そうですね、ちょっとメールとかだったら使われにくい場合があるので、直接電話でいただく方が本当にちょっといろいろ答えやすいので、なるべく電話でいただけた方が幸いですね。わかりました。電話番号はこちらで、はい、はい、0595-41-2833、0595-41-2833まで。良い庭さんさんって、良い庭さんさんですね、ゴロデン。さんさん覚えやすいですね、はい、良い庭さんさん、はい、まで、はい、お問い合わせ、そしてご予約お願いいたします。はいはい、今日はですね、出張料理サービスのご案内として、古民家レストランオステリアチャオから高島匠シェフにお話を伺いました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。あっちどっちそっち ABS